皆さんこんにちは、大堀123でございます。2019年に入りまして、1月もいよいよ下旬というところに迫ってまいりました。この寒さをですね、なんとか乗り切りたいなと思っているところですけれどもね、重大発表ということでですね、させていただきたいというふうに思うんですが、大堀123の YouTube の方でもすでに告知をやっておりますが、2019年の3月23日ですけれども、埼玉県川越市のライブハウスディパーチャーにてですね、3年半ぶりのライブをやるというお話でしたね。まあディパーチャーでライブをやらせていただくのも2回目ということだし、そして僕にとって久しぶりにこう皆さんの目の前でライブをやるということで、非常に今もうすごくワクワクしてます。どういう展開に持っていこうかとか、いろんなことを今考えてますけどね、もうとにかくもういろんな歌いたい曲もたくさんあって、どれにしようかなって、まあまだあと2ヶ月あるわけですけど、プレッシャーにも感じていれば、すごくワクワクしているところもあり、非常に今こうスリルなものを感じているんですが、チケットの取り置きの方も、大堀一二さんの Twitter、Facebook 等でですね、受け付けておりますので、ぜひチケットの取り置きをしていただいてですね、足を運んでいただきたいなというふうに思っているところです。さあ、そしてですね、このディパーチャーライブに先立ちましてですね、さらにライブ情報を皆さんにお伝えすることとなりました。ディパーチャーライブの前日ですね、2019年3月22日の金曜日にですね、埼玉県三芳町のライブハウス、アコースティックハウスお隣でのですね、ライブ出演が決定いたしました。どうもありがとうございます。やらせていただく場所がそのアコースティックハウスお隣というところなんですけど、2015年にできたばっかりの本当新しい場所みたいなんですけどね、アコースティック系のライブっていうのをその中心にねお送りするというところらしいですよ。アットホームな雰囲気の中でできるんじゃないかなという気がしております。こちらの方も楽しみに僕もしておりますけれども、はい、2019年3月22日の金曜日に実施でございます。会場は18時半です。そして開演は19時からということになっております。ライブ観覧料金っていうのはですね、2000円にプラスドリンク代ということになっております。ドリンクはですね、一応2種類あるみたいで、ソフトドリンクは400円、アルコールといったお酒類はですね600円ということになっているそうでございます。まあディパーチャーのライブみたいに当日券との差もないし、チケットの取り置きだとか前売りっていうのもありません。ライブ会場であるこのお隣に足を運んでいただいて、その時に受付にてこのチケット料金と、そしてドリンクに関してはおそらく受付の方で聞かれると思いますので、好きな方を選んでいただいて、ドリンク代と含めて料金を支払っていただくということになるみたいです。場所もお伝えしましたけど、まあよくわからないという方はこの動画の説明欄にですね、隣というライブハウスのホームページの URL を貼り付けておりますので、どういう場所なのかとかね、どういう雰囲気なのかっていうのもご覧になってみていただくといいんじゃないかなというふうに思っております。平日なんですけれども、もしお時間があったらね、お隣の方のライブに足を運んでいただきたいと思います。まあディパーチャーライブも、それからこのお隣のライブも両日来ていただけるんだったらもっと嬉しいんですけども、僕を含めて4アーティストの方がお出になるということみたいです。まあ次の日のディパーチャーライブでも出るアーティストさんもいますし、初めて顔を合わせる方々もいらっしゃるということなので、その点も楽しみにしているところでございます。追加の情報とか、また細かい情報が分かり次第ですね、大堀一二さんの Twitter だったり Facebook だったりでもですね、お伝えしようかなというふうに思っておりますので、その情報も見逃しなくというところでございます。ぜひ改めて2019年の3月22日23日のこの大堀一二さんのライブ、楽しみにしていただきたいというふうに思っております。ライブ会場にてお待ちしております。また次回の動画でお会いしましょう。大堀一二さんでした。それではさよなら。